15世紀のウィリアム・キャクストンの活版印刷風景出版とは、販売、販布する目的で文書や図画を複製し、これを書籍や雑誌の形態で発行することで、上司、犯行とも呼ばれる。上司の死とは、カバノキ化の水目のことではなく、納禅かズラかのキササゲのことで、古く、中国で木版印刷の犯罪にキササゲが用いられたことに基づく。 書籍や雑誌など出版されたものを出版物と呼び出版を事業とする企業を出版社と呼ぶ出版は一般に印刷によって行われる新聞も同様の方法で発行されるが流通経路が異なり普通は出版とは呼ばないただし現在ほとんどの新聞社では雑誌書籍の出版がも手掛けている出版は新聞やラジオテレビに比べて 情報伝達の速報性などの点で劣っているが、一方で正確性、蓄積性などに優れたメディアである。出版の前提として、印刷技術が必要不可欠である。また情報を伝達するための流通経路がなければ、継続的な事業としては成立しない。印刷技術が普及するまで、本は写本によって伝えるほかはなかった。中国で七世紀頃から、 木版印刷が行われ、世界最古の印刷書籍は、混合業であり、記された年代は868年で、現在、大英博物館が保管している。古来では、金属活字の技術もあった。日本でも、平安時代末期以降、100万刀らに、五三番など、物典の印刷が行われていたが、主に寺院内など限られた範囲の流通に止まっており、 広く一般に流通するものではなかった。1450年代にドイツのグーテンベルクによって活版印刷の技術が完成され、グーテンベルク聖書などが刊行された。初期の印刷物はまだまだ高価であり、限られた階層しか利用できなかったが、やがて出版産業は本格化する。洋卵期における出版人としてアルデスマヌティウスなどが知られている。 ルターに始まる宗教改革の時期にはパンフレットが大量に作られて流通し印刷業も発達していった。戦国時代にキリシタン版と呼ばれる活版印刷が行われ、また朝鮮出兵で持ち込んだ朝鮮式の活字印刷が江戸時代初期には古活字本が作られるようになる。古活字本の一つとしてサガボンが有名である。これは京都。 佐賀の門倉素安が本阿弥光悦らの協力で出版した豪華本であり、佐賀本自体は勝負数の制作だったが、後に大きな影響を与えた。営利目的の書物が日本で出版されたのは、寛永年間の京都から始まり、上京2年に刊行された書物は約6000種になり、17世紀末になると、京都では1万点近く発行された。 発行部数が増えるにつれ、江戸幕府は出版取締令を教法7年に交付し、出版規定を定めた。まず原稿を検閲後、試しすりをし、再び検閲するという経緯を経ており、将軍に関するスキャンダルや風俗を乱す、内容、出典、根拠のない論説などは禁じられた。それ以前、慶長年間には、御用税天皇の直による、 慶長直販本が出版され、日本書記など4書が出されたが、慶長4年に出版された、熊城巻は、当時の技術的問題もあり、100部ほどで、神宮、神社、身近な区下に配られたのみであった。諸子村上平楽寺は、漢文9年に、日本文徳天皇実録を刊行し、他の六国史も17世紀後半には、日本語記を除き、出されていくことになるが、 その金額は一両から十問目までであった。木版印刷による出版が盛んになると、浮世草子孔病紙シャレ本、国稽本などが出版され、一般にも広く読まれた。版元として、ツタやシュゲサブローなどもよく知られている。18世紀前半でも、出版点数は1万点近く。 大岡忠助が書物店屋に作らせた目録には7446種と記されている。当初、浮世草詩や絵本は髪型からの下り商品であったが、1770年代にはシャレ本や公表本などの資本の出版数が髪型を超えた。民間の読み書き能力が向上したことも出版業界が形成された基礎条件となったが、何より、 出版活動の活発化は、近世人の美意識を育てる触媒となり、息から、通、息へと好みを分化させ、野暮を洗う空気を生み出した。明治時代になって、活字を使った近代的な印刷術が急速に発展し、自由民権運動とともに、政治的な主張を唱える、新聞、雑誌も盛んになった。政府は一方では、 出版を奨励しつつ、他方で1869年に出版条例、1875年に新聞史条例などを制定して、言論活動を取り締まった。後に、1893年に出版法、1909年に新聞史法へと改正された。雑誌としては明治中期以降、文学作品や評論などを掲載する、国民の友、太陽。 中央公論、改造などが次々に創刊され、広い層で読まれた。また、教育の普及とともに文学を好む、読者層が成立し、新聞や雑誌に連載された小説が、単行本化されて再読される、といったパターンも次第に定着していった。当時は、出版法に基づき内務省検閲局による検閲が行われ、書籍は、発売3日前に、 新聞雑誌は発売日に届け出ることになっていた。問題ありと判断されると発売禁止の処分が取られた。発売禁止の対象になったものは長い家風の小説、フランス物語のように風俗を害すると考えられたものや社会主義、マルクス主義に基づく反体制的な記事や書籍であった。昭和期に入ると1934年の法改正で、 言論弾圧が強化された。やがて、第二次世界大戦に突入し、1938年に国家総動員法が制定されるなど、日本社会全体が軍国主義一式に染まっていく中での総力戦体制のもと、出版など、言論の自由は完全に失われた。第二次世界大戦が日本の敗戦に終わり、 出版法などが1949年に廃止されるが、非占領期には連合国軍最高司令官総司令部によって検閲が秘密裏により後半に行われた。1947年5月3日に日本国憲法施行後もそれは続けられた。1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発行され、主権回復して以降、 今日の日本では、日本国憲法を第21条によって、検閲の禁止、言論や表現の自由が規定されており、何人でも出版を行うことができる。一方で行き過ぎた取材によるプライバシーの侵害など、別の問題も浮上してきている。また、紙媒体ではなく、インターネットを利用した電子出版も行われるようになっている。紙媒体の書籍の場合、 過去の出版物を常時揃えておこうとすると在庫の負担が大きく、絶版にすると読者が必要な時に手に入れられないという課題があったが、電子出版が普及すればこうした課題も解決することが期待できる。一般の商業出版では次のようになる。ありがとうございます。